おはようございます。西田渡です。えっ、ー、と2月の16日水曜日というところでね、いかがお過ごしでしょうか？前日収録しております。先ほどね、えっとまあ、ちょっと夜,夜っていう感じだったんですけれども、えっと3回目のえっとコロナワクチンの接種をしてきまして。まあ、ブースト接種かな？ で、それしてきたので、えっ、ー、と今日ちょっとね。取りためておこうかなと思ってます。なんかえっ、ー、と今回はね。まあ僕モデルナだったんですけど、えっ、ー、と3回目はえっ、ー、と半分の量らしいんですよね。モデルナね。だからおそらくはそんな不反応も2回目の時はね。結構僕もどれくらいかな。39度とか熱出たんですよで。 これはまずいなっていうかねこれは良かった取りためておいてっていうような感じでした明らかにね多分あの YouTube とかの収録は多分でき,ねえなできないなっていうぐらいの感じではあったのでねなのでですから今回半分ってことで多分大丈夫じゃないですかみたいな今ね打ち終わって今が1時間ぐらい経ったんですけれどもまあ若干確かにいつも通りのああモデルナっぽいというかモデルナアームみたいな感じはちょっとあったりはするんですけれどもまあやっぱりねえっ、ー、とまあ 弱毒化はしているとかって言っってますけれどもやっぱり、ね、かかっちゃうと大変っていうところでちょっとでもかかりにくくなるのであればっていうねあとは僕もゲイ、えー、ズのボリューム3が出たり3月19日からは、えー、東京タワーで個展をやったりって言ってもう開催決めましたから。 結構ね先延ばしにはしてたんですよ。今回のオミクロンがどうなるかっていうところもあったのでね。ですがもう確定させましたので、僕自身もできることは全力でやっておく。そして全力で、えーとまあ、個展をね作っていこうっていうふうにもう告知も始まりましたから、いよいよね。多分ホームページの方も、え東京タワーギャラリー、タワーギャラリーの方のホームページにも近々え、もろもろ、えー、と詳細が載っていくかなと思いますので、もう全部ね、文言とか、えー、とポスターチラシ的なデータを渡したりとかね、そういったことをしてますので、そちらも合わせて皆様に ご紹介できるかなとと思ったりりしておりますっていうとこんで,でどん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 ちょっとねサブチャンも場合によってあさっても危うい可能性があるから取りためていこうかなっていうところなんで今日はこちらのサブチャンネルでしょでメインチャンネルももう取ってますで今日の延長線上でねこのソニーのソニーの α7M4 と、えっと、FE の 20mmF2.5G G レンズとのスナップの模様をね皆様にお届けしようと思って、えー、と動画作りましたのでご覧くださいというところとあとは今日はね水曜日のワタルクレディオプレミアムというところで西田塾の皆様とライブ配信をするというところなんですがえっ、ー、と明日のお昼ぐらいの状況でちょっと一回ジャッジさせてくださいあの確か前回も僕今日えっ、ー、と 夜の8時半に打ったので、明日の9時、え、今日の9時っていうのがちょうど12時間後ぐらいになるんですよ。で、そこでどうしても、もしもですが、めちゃくちゃ発熱したとかってなってしまったら、えっ、ー、と、ちょっとねで、木曜日にスライドさせてもらおうかなと思いますが、おそらく大丈夫だと思うので、あの、基本的には、えー、やりますっていうところで、今ね、アナウンスしておこうかなと思ってます。なので、よろしくお願いいたします。西田塾の皆様、今日も楽しみましょう。えー、渡るクレディオプレミアムっていうところでね、ライブ配信、毎週やっておりますので、ぜひ西田塾、興味ある 方はご参加いたただけたらと思っってておりますっていうところで本日なんですけどもこちらのソニーのアルファ7-4の僕の使い方スチ,スチルですねスチル写真の方でのアルファ7-4の使い方っていうのがちょっと見えてきたので先に今日メインチャンネルでも出しますが端的にお話しておこうかなと思ってますまあちょっとこういった装備になってるのでちょっとねムービーチューンで基本的にはもうほぼアルファ7-4はこういった形で、えー、っと状況を伝えるような あのムービー収録っていうところでアルファンフォはやっていこうかなと思ってはいるんですけれども、えー、と今日の動画でなんですが FE の4 0ミ、mm、リつけたら意外と軽快なんですよねあのまあオートフォーカス使えるし4 0ミ、mm、リで FE の4 0リ、mm、二2 5 g で軽くて8 0 0ム台なので、えー、と実際にねここにあるよいしょ ここのねライカとかと同じようなね、はい、軽さだったりするんですよ。まあうつりはもちろんこっちのライカの方がライカ M11 とアポズミクロンの方が抜群にねいいはいいんですけれどもとはいえやっぱオートフォーカスで気軽なくサクサク取っていけるとかっていうのは素晴らしいですよね。だから細かなあの質感とかこういったデータですっていうのは実例作例を出しつつ皆様に解説してますのでえ今日のねメインチャンネルをご覧いただくとして、えー、と僕のソニー ソニーのカメラで僕の作品を撮るのであればどういった流れかっていうところを解説しておきますと比較的ねえと今僕 RF システムキヤノンの RF システムを比較的メイン機として仕事でも作品でも使ってるんですが意外とこの世界えとキヤノンの EF システムの時の描写要は暗部の階調が狭くて。 色がパキッとカリッと出てきてハイライトにした時も何かこう抜け感のあるえっ、ー、と色彩描写みたいなところが欲しい時には意外とこのアルファの描写って悪くないよなっていう風に思い始めたりしてます。あとは暗房をわざと持ち上げてネガライクな雰囲気ちょっとふんわり柔らかみたいなだけどコントラストはあるみたいな雰囲気に持っていく時は意外と えとソニーいいいいかかなとかっててう,うにも思い出してますどの辺かなソニーの描写でその雰囲気的なっていう例えば、うん、そうだなこれとかは RX100M7 なんですけれどもこれね1インチのコンデジですが結構質感よく出るんですよねパキッとっていうところで細かな 繊細な描写表現ってなるとちょっとっていう部分もあるんですけれどもでも必要にして十分な絵の出方っていうのがあるのでねなのでゲイズとかにもかなり RX100M7 これとか妻のシルエットとかもね,これねまだお腹がちょっと出てた時の妻お腹が出てたっていうのはあの子供今ね第2子をえと妊娠した時の妻なんですけどもとかこういったシルエット描写とかも意外と これ100 1ンコジですからね悪くないんですよねなのでそれがまあフルサイズで撮れ撮影できるってなるともうちょっとねラティチュードとかも広くなってくるので良いのではないかっていうあとはアイえとライカとアンブとかの描写をうまく調整すれば意外とライカとのとソニーの親和性も悪くないかなっていう。rf システムの方がかなり上質なっていう感じまあ僕が多分レンズをね結構いいレンズを持っているっていうのも大きいでしょうけどねこの辺とかねこういった、えー、と RF の51.2とかこういうのでガツッと撮ればそりゃ描写いいですよねそれはしょう,しょうがないというか当たり前だよねって話なので <laughs> 僕はねだからソニーもまあゆくゆくんそうだな えっと、おそらくリニューアルで2470の F2.8 の2型が大三元の2型出ると思うんですよね。その時とかにちょっと1本買ってみて α7M4 とかにつけて撮ってみたりしても意外と面白いのではないかなとかね。上質なソニー描写っていうところをやっていっても面白いかなとか、まあ、7200の2.8ね FE か G マスターあれもね1キロ切るめっちゃ軽くていいんですけどもいかんせんでかいですからね。なので僕のこの <laughs> こういった サクサクと取っていくような世界っていうところではちょっとね外れてくるっていうところで、まあ、ギリ2470の2.8の2型これがまあ 800g ぐらいで出てくるのであれば。 まあこれとつけて1 5キロぐらいかな、えー、と600そうね1 5キロぐらいのシステムなのでまあギリ持ち歩けなくはないなっていうところでね、うん、あとは2405もうね名曲ですよね FE の2405の F4G もう結構前から出てるあれをつけるっていうのは悪くないけど7 0 0ムぐらいか。 まあキロぐらいのシステムであの、まあ、スチルで言うとねどっちかというと R6 の方が今日のねメインチャンネルで申し上げようとは思ってるんですが R6 の方が僕の中ではね CMOS センサー対決みたいな感じで描写とか。 上質な円はどっちだってなると僕は R6 の方がやっぱ軍配上がるかなっていうのがね今キャノン B 機だからとかじゃなくて今感覚としては結論ですね。アンブの粘りとかやっぱ 1DXM3 a r k ベースのセンサーあのローパスフィルターもね 1DXM3 a r k らしいんですよね。これキヤノンの候補の方がおっしゃってたんでここはもう確認済み。 って考えるとやっぱりね30万同士のボディの対決でスチルって考えると上質なのは R6 になってくるんじゃないかただこの中に入ってるね CMOS、えー、センサーとかどういったものが使われてるかっていうのがちょっと僕はねソニー詳しくないのでわからないあのリレーションもねちょっとソニーの方とないので細かなことが聞けないのでねここはちょっと何とも言えないんですが、えっと、僕のローデータを触った感覚感触からすると 上質な絵、まあ、最近で言うとねライカの M11 とかで出てくる絵とか上質っていうところで考えると R6 だけど僕のこのビビッドな世界観カラーオブシリーズのようなビビッドなこういう世界観の演出においては意外とソニーキーって。 えーとキャノンの EF システムみたいな感じの描写がしやすいのでこれはこれでねそんなに映らないレンズって姿勢なんですけど FE の 40mm の 2.5G も周辺光量とかも開放だと2.5だと F2.5 だと落ちるし周辺光量落ちするんですよ。ですが味のある描写とかをする上でこう色をビビッとにベタッと潰したいとかそういう表現する上では意外と。 コンパクトだし軽いし 800g だし今後も意外と 40mm 使えるは使えるかなっていうただため息の出るようなねこうライカの M11 とかで撮った時の「ようあすごいわこれ開放からほんとすごい」みたいなそれゃね200万とかを超えるカメラだったらすごくて当然なのでなのでそことの差別化はあるんですけれども。 これからもちょっと僕の中でソニーはねもうこのこれの G マスターの 14mm これも全然スチールとか取ったことないですね意外と取るといいかもしれないけどまあ、1 4ミリってなかなかねまあこれ写りす G, G マスター本当こう撮っててムビー撮っててすごいと思いますからなのでどっちかというと僕はこのコンビよいしょ。 こういうい形で、ね、あのムービーを撮っていくっていうような形のメインの,あのカメラ作りカメラ使いっていう風にはなるかなと思ってるんですが先ほど申し上げたとおりカラーブシーズっぽい感じにするには意外と F40mm あたりとかと組み合わせて撮影していくのも面白いかなと思った試合でした。というとことでね今日も「え k、ー、y −の a お過ごしください西田唄でした。どうも